回、この長野県のこの中野市で、中野小布施でね、こういうお話をさせていただくということで、長野県というか戸隠山というのがあるんですけれども、その戸隠山にもですね、古事記に由来した伝説というのがございます。皆さん多分ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、天の岩戸の、伝説というのがあります。今日はね、その天の岩戸の伝説というのを皆さんにね、ちょっと聞いていただこうかなと思います。天の岩戸の前でいろいろなことが試されていきます。まず長泣き鳥を鳴かせてみます。コケコッコー、コケコッコー。朝鶏が鳴きますと太陽が昇ってきます。鶏の鳴き声には太陽の神様を呼ぶ力があるということです。コケコッコー、戸隠の御神は世に優れし狼なれば、一千人の力を出し、天の岩戸の御扉を取り投げさせたまえば、信濃の国戸隠だけに座をつきたも。岩戸神楽の中でこのような神楽歌が歌われ、戸隠の御神、すなわち田力王の御事は、開けた天の岩戸の扉を長野県の戸隠山へ投げたと伝えられます。以上、天照大神岩戸開きのお話でした。はい、ありがとうございました。今のはね、天照大神が、史上初の引きこもりになったお話だったんですけれども、はい、この天照大神という人がですね、一体何者なのかっていう、ことなんですけれども、イザナギとイザナミのね、子供なんですね。で、3兄弟いてですね、この天照大神は長女で、2番目がですね、つくよみの御事というのがいて、で3人目がそのスサノオの御事だったんですね。要は弟が暴れてるのをちょっと苦にして、お姉ちゃんが引きこもっちゃった、そんなね、お話をね、今していただいたんですけれども、こうすると病気になるよ、ああなるよ、こうなるよ、死んじゃうよ、わーって言ってたけど、恐怖で、ね、何かをするっていうのは、はっきり言ってね、この壺買わないと死にますよって言ってるのと一緒ですよ。ね、だけど生きるためにね、
じゃああなたにとって生きるって何ですかって、幸せって何ですか、それをどんどん問いかけていく、一人じゃわからない話を聞いてもらう、病気をきっかけに、あ、自分の考え方の癖に気づく、ああなんだ私って自分で自分をこんなに縛ってたんだな、自分を追い込んでたな、誰々さんってとんでもない人と思ってたけど私自身だったなって気づくことで、もっともっと自分を緩めて、さっき言った自分を愛することをしていくと、もうあの病気治るんです。それがね、生きるための医療じゃないかと私は思っています。日曜というね、貴重な時間をここで費やしていただいて本当に感謝してます。でもおかげさまでね、みんなね楽しんでいただけたのではないかと思います。私たちもとっても楽しかったです。本当に今日はありがとうございました。来月もみんなと会えるの待ってるよハニーたち OK?オッケー、グッバイ。今日はお忙しい中お時間作っていただいて、ね、雨も降っていますけれども、お足元悪い中ありがとうございます。ありがとうございました。料理、私洗い物しかやれてなくて、料理をしっかり作ってくださった方たちがね、皆さんに喜んでいただけたら嬉しいなという気持ちで作らせていただきました。皆さん食べていただいてありがとうございました。お体の方お気をつけください。はい、こんにちは、長野インターネットおすぐくと申します。はい、こんにちは。はい、こんにちは。私、新井恵子と申します。新井さん、はい、出身は宮崎で、はい、まあ、今の宮崎大学医学部を卒業して、すごい。でそのまま宮崎の大学病院の方で勤務して、はいはい、10年ぐらいですかね、勤務した後に市中の病院で、はい、勤務してたんですけど、はい、ちょっと縁があって長野の方の病院に来まして、はい、で北信病院で5年ぐらい勤めて、で今の栗ヶ丘クリニックを開業しました。なるほど、はい、で普通に、まあ、西洋医学の医者をやってたんですけれども、はいはい、もう病気がなかなか治らないどころか、はい、ちょっとした症状も良くならないので、はい、あ、そうなんですか。そうなんです。そういう時に漢方に出会って、はい、漢方薬って長く飲まなきゃ治らないって聞いてたのに、うん、逆に他の薬で全然良くならなかった人が1週間で調子良くなったりとか、はいはいはい、結構使い方によっては劇的に効果があるんで、うん、それで漢方を勉強し始めて、でそうしていたら北信病院で、はい、中医の中国のお医者さんに出会いまして、うんうん、でそこでまた中医学みたいなことを深く学ばせていただいて、今はもう漢方中心の診療をやってますね。なるほど、はい、じゃあ長野に来てもう何年ぐらいになるんですか。長野に来て21年、22年目。こちらは、はい、栗ヶ丘クリニックのマネージャーの、新井忠之と申します。ご夫婦でやってらっしゃるんだと思うんですけども、はい、その辺なんか長野でこう出会いをあったっていうふうに先ほどちょっとお聞きしたんですけども、その辺はどうなんでしょうか。ああ、はい、あれはいつだっけ、2000年かな、2000、まあまあその頃なんですけど、1年はあれ1年だっけ、うん、まあ、ラジオのパーソナリティ FM 長野で、ね、喋ってた、はいはい、あ、FM 長野じゃない、FM 東京で喋ってた、うん、小川真子さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、その方が、まあ、系列なんでね、FM 長野で流れてて、うん、で私ファンクラブ入ってて、そうなんで、その方が FM 富山でも喋ってたんですね。でその方が、で FM 富山の番組がたまたま滋賀高原でジャズと、うん、スキーとスキーツアーとのそういうイベントをやったんですね。その時に私が行って、まあ、こちらも来たと、うん、そこで出会ったっていうことですね。開業しようと思ったこうきっかけってのは何かあったんですか。そうですね、北信病院で最初は病棟勤務してたんですけど、はいはい、後半の5年間は健康管理部って言って、うん、人間ドック担当してたんですけど、うん、ね、やっぱりいろんな患者さん見ていく中で、うん、治療に関わりたいと、ただ病院のその
なんだろうな、流れ作業的な、はい、あの診療ではなくて、もっと一人一人丁寧に見ていきたいということで開業を決めました。なるほど。まあ、今日は、ピンコロ祭りということで、はい、まあ、皆さんたくさんの人がこう集まって、はい、マルシェとか、はい、それからいろんなこう、ね、はい、音楽やってたと思うんですけども、はい、まあ、一貫して何かこう歌いたいことってのは何かあるんでしょうか。そうですね、やっぱり皆さん長生きしたいけれど寝たきりにはなりたくないと、ね、病気で苦しみたくない、はい、そんなおっしゃって、それでそのピンピンコロリっていうね、そこから来た、はい、そうなんです。なんかそういう神様がいるんかと思った、ね、そう、でも実際それでピンコロ地蔵とか、はい、でそういうのが近くにもあるんですけどね。あるんですね、うん、なんかただ健康にじゃなくて本当に元気に生き生きと過ごしてもらいたい、うん、だからまあ健康管理部にいたんですけど、逆に数値とか気にしないで本当今日一日心地よく楽しく過ごせたって、でそのためのためにはやっぱりみんな背負ってるものがたくさんあるんで、その荷物をちょっとずつ下ろしていきましょうと、そんなことが、まあ、こういった祭りを通じてね伝わったらいいなと思ってます。西洋医学では治らなかったのがこう漢方でこう治り始めたっていう、その辺はどうでしょうかね。そうですね、はい、まあ、本当に漢方薬っていうのは、うん、まあリンゴの木に例えると枝葉を整えるっていう、これはまあ対症療法なんですが、うん、まあ、それは西洋薬も得意とするところなんですけど、はい、根っこを育てていく、でそれがすごくやっぱり本地っていうんですけど、うん、これがもう西洋薬にはないところなんで、もう根っこが弱ってしまったらいくら枝や葉っぱに薬を打っても元気にならないんでね。だから本来の力を取り戻すためにはやはり漢方が役に立つなと、うんうん、まあ、この中に心療内科っていう科もありますけど、はいはい、そういう、こう、まあ、患者さんっていうのは最近多いんでしょうかね。そうですね、多いですね。で前はね心療内科ってなくて精神科しかなかったからハードルが高かったんですけど、はいはい、まあ実は心療内科って心の病気と思われがちなんですけど、はいはい、ストレスから来る体の不調、要するに体の不調なんですね、うんうん、だからめまいだとか頭痛だとか、うん、なんか体がしんどいとか、うん、でそういう人がやっぱ増えてきてるん で、はい、でそうするとやっぱり心の問題じゃないかってやっぱり最近はそういうふうに考える人が多くなったんで、こんな感じでね見える方は多いですね。よく自分が変わらなくちゃなんてこうおっしゃる方いますけど、はい、その辺はどうなんでしょうか。そうですね、これもケースバイケースでありますけども、はい、まあ、人間関係ということとか職場の、ね、パワハラみたいなこと、まあ、親子関係みたいなこう上下ということでいけば、これも明らかに上位の人がやっぱ学ぶことが必要だと思っています。だからそういう部分で起きていることが多いので、なんだろうかな、まあ上位にいる部下だ、上位にいる上司だとか親御さんがまずこの人間関係の仕組みってことを知っていただく、自分がこう何気にかけてることがどれだけ傷ついてるのかってことがあるんですね。本当にそういうことがあるんです。本当にどんなに優しい言葉をつけて使っていても傷つく組み合わせってあるんです、実はね。だからそういうこともちゃんとあるので、そういうことを分かっていくってことがまず一つです。もう一つはちょっとね、こう分かる人は分かるんですけど、うん、自分の内側にあるものが変わることによって周りが変わりますよってことがあるんですね。これの分かりやすい例はボクシングの内藤何さんっておっしゃったんですかね、ね、こうチャンピオンいらっしゃいますけど、あの方もね小さい頃いじめられてたと、はいはい、だけどそれがすごく嫌で自分は強くなるんだって、別にいじめね見返してやるんだって、ね、そのや殴ってやるんだってことじゃなく、うん、自分が強くなるんだってことを目指してやってた、うん、つまり自信がついたらもういじめる人がいなくなった、うん、ボクシングをやって強くなったからじゃなく自分の心が強くなった、自分の中が変わったからいじめっ子がなくなったっていうことがあったわけですよね。これなかなか微妙な話なんですけど、でも自分を変えていくってことめちゃくちゃ大事なんですね。なんか先ほどアマテラスオミカミの話で、はい、引きこもりの話がありましたけど、 ああいったなんかこうきっかけを作ってあげるのも大事なんじゃないかなとは思うんですけど、そうですね、この辺はどうなんですか。そうですね、引きこもりは引きこもる何かもね、その方にとっての理由があると思うんですね、うん、だし
こうちょっとの外を覗いてみようかなっていう、やっぱりその理由もあると思いますよね。やっぱその人がなんか気になること、うん、はい、なのでやっぱそのどちらにも理由が出てくると思いますし、その中で良くなっていくというかね、良くなっていくものきっかけとしてはやっぱり心と肉体とってつながっているので、やはり肉体を元気にしてあげることで心も元気になってくるってこともあるので、やっぱりいろんな方面から見ていくってことはすごく大事だと思いますね、はい。院長先生の今後の夢は何でしょうか。夢ずっと言ってるのは病気が死後になる、この世から病気という言葉がなくなる。あ、ね、かつて死後になるってね、よくもうそんなの死後だよみたいな言ってたんだけど、本当病気って何って100年後ぐらいに言ってたらいいなって。だから自分にとって幸せになる、うん、でさっきね引きこもりが問題になって、最近ね引きこもり力って大事だなと思ってて、うん、あなるほど、ね、さっき天照大御神も楽しそうだなと思ったから開けたわけですよね、うんうん、でも今楽しそうだなと思える時がなかったら、ね、引きこもってた方がいいじゃんみたいに、無理に出て傷つくよりはもう安住の地でいてって、でちゃんと本当に世の中がちゃんと良くなったら、うん、出てきてぐらいな感じですかね。今本当大変なんで、自分を守る手段でもあるってことなんですかね。そう不登校も OK ですよひたすら待つってことですかね。そうね、やっぱりちゃんと自分の中でよしってなってから動いた方がいいですよね、うん、無理くり周りに合わせるんじゃなくて、はいはい、ちゃんと自分と向き合って、自分の本当に内側からエネルギーが出てくるのを待つっていうのがね、これからはすごく大事じゃないかなって。今後の希望はどうでしょうか。そうですね、まあ本当に私たちが思っていることはもう本当に一つで、うん、やっぱり自分が自分らしく生きれる、それがイコール一番健康っていうかね、逆だ、健康だけを追い求めるんでなく、それは本当の理想の楽しい、ね、自分らしい自分のにとして活動するためのベースなんですよね。でもベースだけに捉えてたら楽しいことをやらないで終わっちゃうわけですよ、恐怖だけで。そうでなく本当はこっちを目指した方がいいんですよ。ここをちゃんと掘っていった方がいい、自分が一番楽しいこと、自分らしさって何だろうっていうことを見ていった方がいいんですよね。そこをやっぱお伝えしたいし、さっき その引きこもりの話もそうですけど、やっぱり、いきなりそれは分からないので、うん、やっぱりこうその気持ちを聞いてくれる人っていうのはすごく大事だと思いますね。そうですね、セラピストなんですよね。ああそうですね、今カウンセラーになっておりますけども、はい、どうですか、そういう実際現場では。そうですね、まあ、私がやっぱりこう経験している中では、先ほどもお話しさせていただいたみたいに、やっぱその人なりの、まあ、ちょっと一つだけあれだとすると、目玉焼きをちょっとイメージしていただきたいんですけど、この目玉焼きの黄身の部分が生まれ持っての本当のあなたですよってことですよね、自分で。後天的な部分、いいとこあるいは抜きにして、白身の部分が後天的な部分なんですけど、ここね、褒めれれば伸びるし、けなせればへこむしみたいな、そうですね、黄身と白身で今皆さんができているわけです、ね、ただこの黄身によって同じ言葉かけられても反応が違うわけですね、うん、同じこと言われてもそれに傷つく人もいれば喜ぶ人もいるんです、うん、そうですね、はい、黄身って変だねとか変わってるねって言われて喜ぶ人もいるんです、うん、私みたいに、はい、でも大体の人は観念だったり、そういう個性的なところで違うって言われることがすごく嫌っていう人もいるんですね。最高の褒め言葉ですね。でもそれ人同じ言葉でも人によって違うんです。あ、そっかそっか、はい、だから全部そこにかかってくるので、はい、まず自分らしさって何だろうを知っていただくことが、イコール病気にならない生き方にもつながってくるんですね、病気を恐れない生き方、うん、でそれをもうちょっと進むと、病気を恐れるのではなく自分らしさっていうことに全部つながっていくってことですね。最後にどうでしょうか。そうですね、なんか、もう今日もいい一日だったっていう積み重ねが、うん、結果なんかこう幸せだったり、そういうことをやっていく中で、あ、自分ってこういうのが好きなんだ、こういうことやりたいなっていうのがだんだん湧いてくる、なんかそんな風になっていけばいいなって思いますね。なるほど、はい、ビンコロ祭り今後どんな風に展開していくんでしょうか。
いやまずね、あの本当大事なことは内側からってね、はい、あの共通で、ね、ずっとお話ししてますけど、まず自分が楽しむことなので、お客さんももちろんなんですけど、はい、ここがいかにワクワクしたかが全てに全部出てくるので、やっぱり自分をいかに上げるかが一番大事だと思ってますね、はい。まあ、今日はクリニックさんに来たんですけども、なんか今までクリニックでこう来たことあるその、ね、病院というイメージが全然なくて、どこのホールで来たんだろうっていうようなイメージだったんですけども、はいはい、すごいいい感じですね。そうですね、ありがとうございます。あのそれについてはあれです、あの私たちはあのいろんな言い方、ね、してたけど、なんだっけ、医療系アミューズメントって言ってたり、はいはいはい、あとは何て言ってたっけ、医療系テーマパーク、あそうテーマパーク、あテーマパーク、あライバルはディズニーランドです。おーに目指してるわけですね。そうそう、要は、ね、いろんなテーマパーク、その健康を、ね、アシストしてくれるいろんな機器だったり、こうお話だったり、そういうテーマパークを使って自分らしさを発見して元気で、うんね、あのさらにその人が生き生きすることで周りが良くなっていくっていうことに全部つながりますよね。だからそのぜひテーマパークに来ていただきたいなっていう感じですよね。ビンゴの祭り次回はいくつあるでしょうか。通常は第4日曜日なんですけど、はいはい、まあ、次回は第5日曜日になってしまう。そうですね、はい、ちょっと調整の関係で、はい、次回は3月31日と、はい、ぜひ夢に向かって、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。